帝宝帝捧ぐ、帝百 ?271 年は、中国三国時代の武将。洋州旅行軍安豊か県の人。字は、長淵地。弟は、帝風。子は、帝奴氏三国氏呉氏に、捨てがある。孫賢の時代から仕えた。勇猛でを馳長瀬とし若い将軍となり、官営陸孫。 藩将らの指揮下で頻繁に敵将を打ち取り軍旗を奪うなど、大いに武功を挙げた。よく負傷もしたと言われる。偏将軍に昇進した。尊領が即位すると、冠無軍将軍、と抵抗となった。252年、義が平凡するため攻勢をかけてきたとき、義の子従う、諸葛丹率いる七万の軍を、諸葛務の指揮下で、投降において迎え撃った。 他の武将たちが諸葛つ自ら出陣した以上、義軍は恐れをなして引き上げていくだろうと楽観したが、帝邦はただ一人、その味方に意議を唱え、戦う覚悟を持つよう主張した。諸葛つが軍を上陸させると、帝邦は、東氏、呂四所、郎めいさんらと共に、山岳地帯を通って西方に向かい、上流に出ようとした。帝邦は、 それぞれの軍団の動きが遅いことを見て、敵に先手を取られないよう迅速に行軍するため、味方には別行動を取らせ、一人で三千の兵を、引いて敵陣に急行した。北風が吹いていたため目的地にたどり着くまで二日を、要した。陣は、序包みに貼った。ちょうど降雪しており、義軍は主演を開いていた。帝邦は、義軍の前衛が薄いのを見て取り、兵士を鼓舞しつつ、 鎧を脱がせて、兜に剣だけを持たせ、奇襲をかけた。義軍は油断し備えを怠っていたため、帝邦に前衛陣地を散々に撃破された。その時、両四のコロラが遅れて戦場に到着し、共に攻撃して大破させた。戦いは、クレ軍の大将となり、功績によって、滅和打将軍に認じられ、都合校に封じられた、東高の戦い。 255年、義の受診において、九賢と文金が反乱を起こし、呉への降伏を申し入れてきた。帝法は、恋将軍に任命され、実権を握っていた孫春に従い、文金の救援に赴いた。途中で配送してきた文金を収容する途中、両四所と共に他家庭で、義の宗鎮と戦い、自ら敵陣に突入し、数百の支球をあげ、敵の軍旗を奪った。 豊に封じられた。二百五十六年、孫春の死後に孫と、両四所たちが対立すると、孫の命令を受け、孫のいとこの孫健や、世間と共に、両四所の討伐に赴き、江戸に軍を進めた、三つ主殿。二百五十七年、義で、諸葛丹が反乱を起こし、呉への寄付を申し入れてきた、諸葛丹の乱。諸葛丹が、義の大軍に、 包囲されていたため、クレは、主ことや、党首を援軍として派遣し、さらに、帝宝と、はじむあきらにも救援に赴くよう命令を下した。帝宝は突撃隊長として、はじむ将に布陣し、戦って、功績を挙げ左将軍となった。孫安は即位すると、戦王の振る舞いがはなだしかった孫を打倒するため、副身の長布と策を練った。長布はは 事務的な能力はないが、巧みに計略を巡らすことや、実行力に優れているとして、帝邦計画に加えるよう推挙した。孫康は帝邦を呼び寄せ、孫打倒の意向を打ち明けた。帝邦は孫一族の力を警戒し、祭りの日に、軍神たちが集まる機会を利用し、孫を捕らえて中殺するよう進言した。孫康は、この計画を入れ、孫をおびき出し、 長年の徒弟法にその場で左右の者へ目配せをさせ、孫を切らせた。その功績によって大将軍に任命され、左右都合を加えられた。260年、刈武士を与えられ、助手墨に任命された。263年5月、義が職官に進攻した時には、職の援護のため助順を攻撃し、義を牽制したが、職が滅亡したため引き上げた。また、 食への援軍として派遣された将軍の一人として、名が挙がっている、三つぐ主伝。孫康が死去すると、万の勧めで、孫公の擁立が持ち上がり、帝宝も牧洋を貴里と図って、これに同意した。孫公の即位後に、右大馬、左軍師に任じられた。二百六十六年十二月、陸外が孫公の範囲を計画すると、帝宝も、 丁方と共に加担した。孫公が病に猛ける時を狙っていたが、警護役を務める止め平の協力が得られなかったため、実行することができなかった、陸外伝。孫公の警戒心が強かったことのほか、丁方と止め平が不仲であったことが、一因だったという、陸外伝が引く、呉六。二百268年秋9月、孫公は東韓に軍を進めた、三つ継主伝。 帝邦は孫公に合否攻撃を命じられ、諸葛連と共に軍を進めた。この時、帝邦は進ススムの石津とに偽りの手紙を送り、柴縁、武帝に疑惑を抱かせた。そのため石津とは召し返され、免職にされた。269年、帝邦は女堤を修復し、進ススムの国尾を攻撃した。しかし、この攻撃は国尾の住民に、 あらかじめ察知されていたため、帝邦は何の戦果も挙げることはできなかった。孫公は怒って、帝邦敗下の同軍駅を切った。271年、万が帝邦と止めたに対し、孫公を見限るような発言をした。これを知った孫公は、万と止めたに読殊を送るなど迫害ししに追い込んだが、帝邦に対しては何の咎めもなかったという三種伝が引く。 公表伝。同年死去した。官位が昇進するにつれて傲慢な態度が目立つようになったため、死の翌年には孫公に対して残言するものが出た。そのため生前の軍事行動での失敗を理由に、帝邦の遺族は、臨戦軍に強制移住となった。弟は、ご将軍となったが、帝邦より先に亡くなった、三つぐ主伝。小説、三国支援議では、孫権が、 ごの国主となった時に集まった将軍の一人として名が上がる。赤壁の戦いの時には、周遊の武将として女性と共に登場し、盗難の風を吹かせることに成功した諸葛亮の殺害や、孫夫人との婚姻のためくれを訪問した劉備の捕獲を命じられるが、いずれも失敗している。魏が進行してきた時には、女性の副将として、これを迎え撃ち、 長寮を射殺するという武功を挙げている。孫権の死後は、呉を代表する将軍の一人として活躍する。民間伝説では、つぶての名手とされる。諸葛亮が、帝宝らの元から逃げる際、腰に下げていた袋の中から、鉄のつぶてを取り出して、諸葛亮の船の帆柱に照準を合わせて、腕を振り上げると、空気を引き裂くような音がして、黒い塊が、 ほ柱の先めがけて飛んでいき、ほを引っ張る滑車に命中し、ほが落ちて、諸葛亮の部屋の上に覆いかぶさった。趙雲は慌てて、槍先でそのほをのけて、諸葛亮を救い出し、船を捨て岩に上がると、東南の方向に逃げていった、という話がある。今でも病に祀られている帝宝の像には、二つの鉄のつぶ手が握られている。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。